はい、こんにちは、スプレーアーティーのめちゃんとベラちゃんでーす。めっちゃ面白いことが見つかった。信じられないぐらいということです。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録をして、なんで違う。セーラー服着たおじさんが東京を歩いてた。普通じゃん。普通じゃないよ。もっとやばいこと。こっちに来て、誰もいないところ。意味わかんない。誰もいないところ。コインランドリーだけど、ここで目の前でわざわざ止めたコインランドリーを見せたかったから。そうです。これが東京で一人でおじさんがセーラー服で歩いてるよりやばい場所。そう。マジかよ、誰もいない。え、すごくない？なんで？え、珍しくない？全然意味わかんない。危ないのに。そう正解。イエーイ、正解。脳が全然置きっぱなのに。そう。誰もいない。そう。誰も盗もうとしない。そう。だからありえない。そう。メキシコの料理では多分本当にこれはありえないということで、まあ、文化の違いと、なんていうのこれ、意見の違いでした。じゃあ楽しいと思ったら、ということで、チャンネル登録と高評価、コメントもシェアもよろしくお願いします。はい、じゃあ見よう。じゃあねー。